ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年の7月で、元内閣総理大臣の安倍晋三氏が亡くなって2年が経ったわね。先日放送された世界仰天ニュースを見て、改めてこの事件を思い出したわ。月日が経つのは早いと感じると同時に、事件の背景にあった宗教問題は、ますます問題視されるようになったように感じるぜ。もちろん、宗教にはいろいろあるから、一概に宗教は全て悪いものだと断定するのは、良くないと思うわ。とはいえ、教義の内容によっては、信者の家族が振り回され、人生が変わってしまう場合もあるということは、多くの人が知っておくべきなのは間違いないだろう。少し話が変わるけど、前に魔理沙が、宗教にのめり込んでいる芸能人を選の、ゆっくり解説をしてくれたわよね。一般人だけじゃなく、芸能界にも入信している人がいるんだなぁと驚いたのを覚えているわ。むしろ芸能界には、信仰している人がたくさんいるという話もあるぐらいだぜ。そうなの？前回の解説以外で、どんな芸能人がどの宗教に入信しているのか、わかる範囲で教えてほしいわ。では、今回は宗教にハマっている芸能人第2弾を解説していこう。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は、石原さとみさんだ。え、石原さんも宗教を信仰しているの？詳しく教えてほしいわ。石原さんは1986年12月24日生まれで、現在37歳、東京都出身の女優だ。2002年に、ホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、本格的に芸能活動を始める。オーディション出身だということも知らなかったわ。デビュー翌年となる2003年には、NHK 朝ドラ、てるてる家族のヒロインに抜擢。2006年にはフジテレビ系ドラマ、ナース葵で民放連続ドラマ初主演。2018年には社会現象も巻き起こした、TBS 系ドラマアンナチュラルに主演、と。これまでに数多くのドラマや映画、舞台に出演し、国民的女優として着実に歩みを進めてきている。雑誌の表紙でも目にすることが多いわ。石原さんのようなお顔立ちになりたいという女性も、たくさんいると聞いたことがあるわよ。プライベートでは2020年10月1日に、同世代の一般人男性と、年内に結婚予定であることを所属事務所を通じて発表。男性ファンの間では、里見ロスなるものが起き、世間に大きな衝撃を与えたとされている。清純派女優として活動していたから、結婚がビッグニュースになるのは当然だわ。しかもお相手が一般人男性というところにも、たくさんの人が驚いたわよね。そんな石原さんは、熱心な創価学会の信者であることが知られている。創価学会ってよく耳にするけど、改めてどういう宗教なの？1930年に設立された日本の宗教で、日蓮の仏法を信仰する、法華経系の在家仏教団体だ。国内に公称827万世帯の会員を擁し、信者を学会員と称するのが特徴だ。また、芸能人の学会員が非常に多いことも特筆すべきことだろう。前回の解説で取り上げた、久本雅美さんや、井上真央さんも学会員だな。そうなのね、そんなに多くの人が信仰しているのも初めて知ったわ。で、石原さんが創価学会員だという根拠はあるの？もちろんいくつもある。まず一つ目が、石原さんの両親に創価学会とのつながりがあるということだ。そうなの？具体的にどういうものかしら？まず、石原さんの父親が創価学会の幹部であり、母親は創価学会が発行する機関紙、政教新聞で専務理事の秘書を務めていたという。ちなみに、幹部という役職は創価学会員の中でもかなりのエリートとされているようで、年収も非常に高いと言われている。ご両親ともに学会員なの？ってことは、石原さんは生まれながらに学会員だということね。おそらくそうだろう、いわゆる宗教2世か、もしくは3世ということも想定できる。へえ、つまり筋金入りってことだわ。二つ目が石原さんの経歴だ。石原さんは、東京創価小学校、創価中学校を経て、創価高等学校を卒業しているんだ。学校名からもわかるように、創価学会と関わりがある、学校法人創価学園が運営している。これは、生粋の学会員だと言えるかも。在籍する生徒の大多数は学会員のようなので、小学校から高校まで創価学会系だというのは、大きな根拠となるのではないだろうか。
余談だが、石原さんの父親の本職は哲学者で、学校法人創価大学が設置した創価大学で、名誉教授も務めているそうだ。すがすがしいほどに創価学会とのつながりが多数見つかるわね。そして三つ目が、創価学会名誉会長の池田大作氏が、本名と芸名の名付け親である、ということだ。それは本当なの？こちらについては本人が公表しているわけではないが、ネット上でほぼ確定情報として取り上げられている。詳しい内容を教えてほしいわ。どうやら創価学会員だからといって、誰でも池田氏から命名してもらえるわけではないようだが、石原さんの両親のように創価学会への貢献度が高い場合は、池田氏から名前を付けてもらうことができるそうだ。平井会長自らが名前を考えてくれるだなんて、信者の人たちにしてみたら嬉しいんでしょうね。どういう由来があるのかしら？石原さんの本名は、石上邦子と読むようだが、そちらについての由来はわからなかった。一方で、芸名である石原さとみについては、芸能界の原石だということで逆にして石原に、さらに聡明で美しい人であれという意味の、さとみをひらがなにしてさとみにしたそうだ。すごく深い意味があったのね。そういえばご主人も学会員なのかしら？石原さん自身、ご両親ともに学会員ということだから学会員として活動中に知り合ったのかなって、思ったんだけど。どうやら石原さんの旦那さんは非信者だったようだが、石原さんのために入会したという。幼少期から10代のほとんどを海外で過ごしたという経緯があるようで、宗教や創価学会に対して先入観などもなかったらしい。理解のある人と出会えてよかったわね。確かに2023年にお子さんを出産して、一児のお母さんにもなったと記憶しているわよ。公私ともに順調そうで何よりだわ。続いてもう一人、創価学会に入信している芸能人として滝沢秀明さんを解説しよう。滝沢秀明さんって、あのタッキーよね？タッキーも学会員なの？こちらも詳しい内容が気になるわ。滝沢さんは1982年3月29日生まれで、現在42歳、東京都出身の、音楽プロデューサーで実業家だ。1995年、13歳で旧ジャニーズ事務所のオーディションを受験、合格し入所している。タッキーといえば10代半ばで、100人以上いるジャニーズジュニアを統括していたのよね。人気も絶大なものだったわ。2002年には同じジャニーズジュニア、として活動していた、今井翼さんと男性アイドルデュオ、タッキー&翼としてデビュー。2005年には NHK 大河ドラマ、義経の主役に、当時最年少で抜擢されるなど、アイドルとしても俳優としても活躍していた。2005年のタッキーは22歳よね。こんなに若くで大河ドラマの主役とはタッキーの芸能人生においても、大事な思い出になっているんじゃないかしら。ところが、2018年9月に、同年12月31日をもって芸能活動から引退し、以後はジャニーズ事務所のスタッフとして、後進の指導に専念することを公表。2022年には旧ジャニーズ事務所の退社と、滝沢さんが社長を務めていたジャニーズジュニアの、プロデュースなどを担う会社、旧ジャニーズアイランドの社長退任が発表された。つまり、旧ジャニーズ事務所と関連の会社から完全に決別した、ということね。現在は2023年3月に設立された芸能事務所、ブービーの代表取締役として、プロデュース業も行っているとのことだ。旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントも移籍したわよね。どちらの事務所のタレントも、目覚ましい活躍を遂げているわ。そんな滝沢さんだが、創価学会員であることがお笑い芸人の、永井秀和さんによって、明らかにされている。永井さんが言っちゃったってこと？詳しく教えて。永井さんは創価学会員である両親の影響で、創価系列の学校に通う、いわゆるエリート信者だったが、2012年に脱会、という経歴がある。さっきの石原さんと同じような学歴ということね。そんな永井さんがネットニュース内で、教団の内情を語るインタビュー記事が掲載された。それによると、永井さんは2005年1月に幹部が集まる本部幹部会という会合に招かれ、参加した際に、自身の隣に滝沢さんが座っていた、と語っている。幹部が集まる会合に滝沢さんがいたの？ただの学会員というだけじゃなくて幹部の集まりってことは、滝沢さん自身も幼少期から熱心に活動していた可能性が出てくるわよ。どうやらそのようだ。
永井さんによると、滝沢さんの母親が熱心に活動する学会員として知られていたようだ。幼い頃から創価学会の文化会館に連れて行かれたようで、創価学会側も滝沢さんのことを、メンバーだという風に発表しているとのことだ。旧ジャニーズ事務所が不祥事を起こしたタレントの故障で、メンバーという言葉を使っていたけど、創価学会におけるメンバーという故障はどうやら名誉なことのようだわ。ちなみに、この会合が開かれた2005年は、先ほど話した滝沢さん主演の大河ドラマが放送された年だが、歴史好きの池田名誉会長が喜んでいた、という話もある。ファンや家族以外にも喜んでいた人がいたとは。続いて取り上げるのは、荒木優子さんだ。やばいわ、毎回毎回取り上げられる名前を聞くたびに驚いてしまっている自分がいる。荒木さんは1993年12月15日生まれで、現在30歳、東京都出身の女優だ。2004年、小学5年生の時に原宿の竹下通りで、現在の所属事務所スターダストプロモーションから、スカウトされ所属し、芸能界デビューをしている。小学5年生でスカウトだなんて、さぞや街中にオーラを振りまいていたんでしょうね。注目を集め出したのは2014年に、雑誌のんのの専属モデルになった頃で、そこから様々な CM に出演し、女優としても活動を始めるようになる。いろいろなドラマや映画に出演しているわよね。今やすっかり人気女優の一人だと思うわ。そんな荒木さんは、2017年に宗教団体幸福の科学の信者であることが週刊誌によって明かされたんだ。幸福の科学って、過去に聞いたことがある宗教ね。その理由はこの後のマリサの解説で明らかになるかしら。幸福の科学は宗教家、大川雄法氏によって、1986年に設立された宗教団体だ。2015年時点で世界に信者数が約1200万人いると公表されており、日本だけでなく世界にも布教されているようだ。そんなに信者がいるの？本当だとしたらかなり大規模な宗教のようね。幸福の科学が一躍有名になったのは、2017年2月、女優として活動していた清水文香さんが、芸能界を引退し、本名千言よし子として、幸福の科学での活動に専念することが、報道されたことがきっかけだ。ああ、それだわ。清水文香さんの件で、幸福の科学が多くの人に知られることになったんだったわ。で、清水さんの出家と荒木さんの信仰が明らかになったのは、同じ2017年なのね。荒木さんの信仰が報道された経緯を知りたいわ。幸福の科学では全国の教団施設において、教団の大川雄法総裁に守護霊が乗り移り、本心を語るとする霊言が行われていた。2017年9月中旬に、荒木さんの霊言が公開されたことで、荒木さん本人が幸福の科学の信者であることをカミングアウトした、という形だ。両親が幸福の科学の信者ということだそうなので、宗教二世ということになる。霊言ってちょっと想像が難しいんだけど、いた子みたいなイメージということでいいのかしら？大川氏の長男で元教団幹部の、広志氏が霊言のことをいた子芸と言っているようなので、近からず遠からず、といったところなのかもしれない。いた子芸なの？広志さん、脱会して怖いもの知らずになっているのでは。霊言によると、数年、10年後には合流したいなという気持ちは持っている。事務所にはカミングアウトしている。もうちょっとお時間をいただければ、なんとか幸福の科学の翼で一つになれたらと思っているなどと、荒木さんの守護霊が吐露した、とのことだ。2017年の話だから、今からだと遅くとも3年後には、幸福の科学に出家したい、という風に守護霊は思っているのね。ただ、どこまでが本当なのかは全くわからないわね。荒木さんの信仰を報じた週刊誌が、荒木さんの所属事務所の社長に直撃したところ、清水さんの出家騒動後に、荒木さん本人から打ち明けられたことを認めたそうだ。しかし、出家自体は否定しているという話だという。荒木さんから直々にカミングアウトをされたのね。社長としては清水さんのこともあるし、芸能活動を引退されないかヒヤヒヤしていたに違いないわ。事務所としては信者であることをカミングアウトしたことで起用するテレビ局やスポンサーからの、クレームを想定したようだが、今日に至るまで途切れずドラマや映画に出演しているところを見ても、特に問題はないという判断になったようだ。日本は信教の自由が保障されているからね。荒木さんに限らず、宗教と切り離してその人自身を応援しているという人もたくさんいると思うわよ。
最後に解説するのは、萩野公介さんだ。芸能人ではなく有名人という括りになるが、大きく報道されたので取り上げたいと思う。萩野さんって、あのオリンピアンの萩野さんよね？今日は何度も驚きすぎて体力が持たないわ。萩野さんは1994年8月15日生まれで現在30歳、栃木県出身の元競泳選手だ。2012年のロンドンオリンピックで銅メダル、2016年のリオデジャネイロオリンピックで、金銀銅のメダルを獲得している。すごいわ、リオオリンピックのメダルを全色持っているということよね。2020年の東京オリンピックで、競泳男子800メートルリレーに出場したが、予選敗退。また、200メートル個人メドレーでは6位入賞を果たすも、メダルには届かなかった。大会終了後の8月24日に現役引退を表明し、現在は大学教員になることを目指して、日本体育大学大学院に在学している。コーチではなく、学校の先生になるという道を選んだのね。新しい夢が見つかって、それに向かって改めて勉学に励む姿は、多くの人に希望を与えるに違いないわ。プライベートでは2019年9月に、シンガーソングライターの美和さんとの結婚と、美和さんが妊娠しているという報道があったが、2024年3月に離婚が発表された。別のジャンルで活躍する二人の結婚には驚いたけど、離婚したということもすごくびっくりしたわよ。そんな萩野さんの宗教に関する報道は、2023年6月のことだった。萩野さんは美和さんを置いて、謎の新興宗教の布教活動に、元競泳選手の北島康介さんと、元柔道家の吉田秀彦さんと共に参加していたということを、週刊誌が報じている。謎の新興宗教というパワーワード、どういう宗教なのかしら？どうやら2009年に設立され、山梨県富士吉田市を拠点に活動している。宗教法人、富士阿蘇山大神宮と、その関連団体、北間と共に生きる会というもののようだ。関係者によると、ポーランド在住のウクライナ避難民に向けて、玄米粉を届ける。世界平和人道支援団として活動をしており、萩野さん、北島さん、吉田さんが渡航していたことがわかっている。ウクライナ避難民に玄米粉というのが、ちょっとピンとこない組み合わせではあるわね。北島さんは2022年6月から活動を始めた世界平和人道支援団の第1回目から海外渡航に参加しており、萩野さんと吉田さんは報じられた回から名を連ねていたという。誰かに勧誘されたりがあったのかしら？それにしても、3名とも全員金メダリストだから、もしかしたら広告等の可能性も。余談だが、この新興宗教は安倍晋三氏夫人の安倍昭恵さんが継承し、2015年には、教団関連イベントの名誉顧問に就任していたことでも知られているようだ。それはまた風向きが変わってきそうな事実ね。2017年にこの件をスクープされたことで、昭恵氏の名前が役員名簿から消え、その後名誉顧問として最上位に掲載されたのが、石破茂氏と谷垣貞一氏だ。公式ホームページに掲載されている最新版でも氏名の記載が確認できる。政党と関係のない宗教団体の方が珍しいのかもしれないけど。話を戻すが、萩野さんに関しては純粋な気持ちで人道支援をしているという可能性もあるだろう。事実、入信しているのか、積極的に活動しているのか、というところまではわからなかった。一方で、別の報道では北島さんや萩野さんについては、団体の教えに従っているということを、周囲の人に話している、という話もあった。現地では隠すことなく堂々としているようなのね。そのため、萩野さんの信仰が美和さんとの離婚に関係しているのではないか。という噂も一部で出たほどだ。2023年6月に宗教の活動をして、2024年3月に離婚ということだったら、病院の一つなのでは、と疑う声があるのも理解できるわ。美和さんのファンにとっては複雑な心境だったでしょうね。本題で霊夢が少し触れたが、日本国憲法第20条、世界人権宣言及び、市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条で信教の自由が規定されている。特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由、という内容よね。まあ、第20条には国家と宗教団体の分離を原則とした政教分離原則も規定されているんだけどね。私たちが誰かの信仰について口出しをする権利はない、ということだな。
一方で、多くの人が信仰心を公にできずにいるということも事実で、その背景には日本人が宗教に対して先入観や偏見を持っていることも要因なのだろう。日本の宗教人口は2割程度にとどまると言われているしね。つまり、裏を返せば日本人のおよそ8割は無信仰、無宗教ということだもの。良いイメージを持たない、持てないという人の方が多いというのも無理はない数字よね。そんな中で一つ言えることは、むやみに他人に信仰する宗教があるのかどうかは聞かない方がいい、ということだな。そうね、本人から公表されたならともかく、プライバシーの部分は尊重することが大切だわ。余談だが、昔ある人に言われた、年収、支持政党、宗教は人に聞くな、という言葉を今も大切にしているぜ。どれを聞いてもトラブルになりそうだわ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。